コリン・スチュアート・モンゴメリーは、スコットランド・グラス号出身で、米国ヒューストン・バプティスト大学に、ゴルフ留学経験のある、プロゴルファーである。OBE。1993年から1999年まで、7年連続で、ヨーロピアンツアーの賞金王の記録を受立した。2005年に6年ぶり8度目の賞金王に輝いた。世界ランキング自己最高位は2位。 ゴルフの競技仲間たちやテレビ解説者からはモンキーと呼ばれている。ヨーロピアンツアーで通算31勝、他の国際試合では総計9勝を挙げた。アメリカ PGA ツアーでは一度も優勝がなかったが2014年チャンピオンズツアーでアメリカ開催のツアー競技初優勝を果たした。1987年にプロ入り。1991年に スウェーデンのスカンジナビアマスターズでヨーロピアンツアー初優勝。それ以来ヨーロッパのゴルフ界で存在感の大きい選手となる。しかしメジャー大会では通算5度の2位に甘んじている。1994年の全米オープンでは最終ラウンドを終えた時点でモンゴメリー、アーニーエルス、ローレン・ロバーツの3人が並んでいた。この大会のプレーオフは 最終ラウンドの終了後にも追日ラウンドする方式を採用しているが、そのプレーオフでモンゴメリーはエルスに敗れた。1995年の全米プロゴルフ選手権では、スティーブ・エルキントンとの接戦の末に敗れている。2005年の全英オープンは、ゴルフの聖地セントアンドリュースオールドコースで行われた。そこでモンゴメリーは久々に、メジャー大会の優勝を争いに絡んだが、 優勝したタイガーウッズと小打差の2位に終わった。ウィンブルドンでのフェデラーのように強いよと賞賛を送った。これは自分がイギリスのヒーローティム・ヘンマンになぞらえられたための比喩である。その8年前の1997年にモンゴメリーはマスターズの第3ラウンドで当時21歳の新人選手ウッズに乾杯した後負け惜しみを言ったことがあった。 2013年にチャンピオンズツアー入りして2014年全米プロシニアゴルフ選手権でシニア初優勝全米シニアオープンもセース2014年ヨーロピアンシニアツアー賞金王に輝いた2015年全米プロシニアゴルフ選手権で大会連覇を達成アメリカ代表チームとヨーロッパ選抜チームによる団体戦 ライダーカップでも1991年、1993年、1995年、1997年、1999年、2002年、2004年、2006年の8大会連続出場、ヨーロッパ選抜チームには不可欠な存在だった。2010年のライダーカップでは、ヨーロッパ選抜チームのキャプテンにつき、チームは大接戦の末優勝した。 2010年1月、ヨーロッパ選抜チームとアジア選抜チームによる団体戦ザ・ロイヤル・トロフィーでも選手権人キャプテンとしてチームを優勝に導いている。2013年世界ゴルフ伝道入り、日本のトーナメントでプレーした回数も多く、最近では2004年のカシオワールドオープンや2005年のダンロップ・フェニックス選手権でプレーした。また、 ヨネックスとクラブ契約していた時期には、毎年12月頃に用具調整のため来日した。2017年のチャンピオンズツアーのジャル選手権で日本での初優勝を飾った。ありがとうございます。